もうちょっと触ると見ましたでしょうか、このブル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 と震える瞬間。もうちょっと行きますよ、近くで。はい、サナギがめちゃめちゃ元気です。めちゃめちゃ元気です。めっちゃ元気なサナギブルブル言います。ただし見に来たお客さんは触れないです、ごめんなさい。ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ。こんにちは、大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎です。はい、今日もね、元気にワクワクドキドキ蝶々の話をさぞこうと思うんですよ。巨大なセミがいますね。今日も今いるのは枚方パークです。そうです、現在こちら枚方パークでめっちゃ昆虫展っていう大昆虫展が開催されています。そこの大紫のコーナーを担当させてもらってるんですよ。そこでは大紫の生態展示、生きた大紫が見れるんですけど、そこでまたまた早くも大紫に変化が現れたんで、そちらの様子を見ていただこうと思うんで、最後まで楽しみにいただけたら嬉しいなと思います。できますよ、レッツチョー。はい、ということで巨大なセミから始まりました。はい、ここでも写真は撮れますよ。366度セミが見れます。そうです、ミンミンゼミ45倍模型。はい、バイバイポイントがたくさんありますからね、ぜひ遊びに来てくださいね。あ、ここはね、推し虫コーナーって言ってね、ね、僕ね、皆さん監修のそれぞれの方のこれが一番好きだよっていう昆虫をね、書いています。ぜひ僕のあの奥ですよ、見てくださいね、見に来てくださいね。はい、じゃあ行きましょう。今日はね、大紫のね、また変化が現れたんで見ていただこうと思います。あー、いましたね、セミには負けていない、セミにも負けていない大紫の超巨大な模型もあります。こちらでも写真撮れますよ。そしてなんといってもこちらですよ、大紫のムー君。こちらでもこのように背景バッチリ大紫の成虫と一緒に乗っかって写真撮れますからね。そうなんです、大紫の幼虫に乗って写真を撮ろうということで、ここまたがっていただいて大丈夫なんで、ぜひぜひこちら遊びに来てくださいね。はい、じゃあ今日も行きましょう。大紫の変化ということで、こちら大紫を観察しようということで生態展示をやっております。そこの大紫が変化が見られたんで、また見ていきましょう。はい、このように入っていくと鉢植えがいっぱい並んでおります。そこに幼虫が今いるのはこちらです。でかいでしょう、もう秋麗幼虫といって、もうブクブク太った葉っぱいっぱい食べた幼虫がいます。いっぱいつけております。はい、ここにもいます、ここにもいますね、ここにもいますね、幼虫です。前回まではね、ここまでお届けました、秋麗幼虫になりましたよってお伝えしたんですけど、さらに変化が現れました。さあ、もうみんなね、次の変化といえばお分かりですね。早速いきますよ、次の変化はじゃーん、こちらです。今年は早い、早くもこちらサナギになりました。しかもダブル、大紫がサナギに変化しました。いよいよです、成虫ももういよいよですよ、ついにサナギになりました。その展示がこのめっちゃ昆虫展で見れます。そうなんです、幼虫ちゃんとサナギも見れるめっちゃ昆虫展になっております。もう幼虫もあっという間ですよ、早く来ないと幼虫終わっちゃいますよ皆さん。はい、というふうにこのね、生態展示をね、大紫の変化が見れるっていうことで、この後もちろんこのサナギもね、もう成虫になりますから、それも展示しますから。で、ほんまは良くないけど、いきますよ、ほんまは良くないけどですよ、この先端をちょっと触ると見ましたでしょうか、このブル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 と震える瞬間。もうちょっといきますよ、近くで。はい、サナギがめちゃめちゃ元気です、めちゃめちゃ元気です。めっちゃ元気なサナギがブルブル言います。ただし見に来たお客さんは触れないです、ごめんなさい。やっぱりね、あんまりね、ブル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 するとこの成虫にね、なるときにダメージを負わしてしまうんで、今ちょっと見てもらうために触りましたけど、極力触らないようにしましょう。まあ、こうブルブル震えるのね、おそらくハチとかアリがいたらブラブラブラ、どか行けってやってるんだと思います。はい、ということでいよいよ始まりましたけど、見てください、ボロボロでしょ。いや、実はね、やっぱり鉢植えにサナギにならそうと思って幼虫をいっぱいつけてたら、ちょっと早すぎてまだバリ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 葉っぱ食べちゃってサナギになったんで、こんな状態になってます。このシャッパーをね、たくさん維持するのが超超大変なんですよね。展示プラス葉っぱを維持するっていうのがほんまに今回やってみてね、課題なところです。はい、じゃあそしてこの幼虫いますよね、ブリブリでサナギいましたよね。次いきますよ、じゃーん、この幼虫なんか超綺麗じゃないですか、なんか蛍光色で超綺麗じゃないですか、この幼虫。これはね、もうね、全幼です、
前のさなぎと書いて全葉。もうね、さなぎになる手前になったらこのようにピッカピカの蛍光色になるんですよ。もう一度見比べましょうか。さなぎになる前の普通の幼虫、あ、見て、ちょっと見た目でわかるかな。濃い緑してるんですよ。濃い緑をしてた子がさなぎになる頃にはこうやって全葉といって蛍光色になって、葉っぱの裏に基本行きます。裏に行ってひっくり返って、そして一回皮を抜いてこのさなぎになるっていう風に経過になります。はい、ということでいよいよ平川さんで幼虫とさなぎが見れるようになってきましたよ。はい、ということで最後ね、まとめ動画撮ろうと思うんで、そちらのニュースをご覧ください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと短い動画でしたけど、大村杉がいよいよ幼虫からさなぎに変化しました。それがなんとこの枚方パークめっちゃ昆虫展で見れます。この後成虫にもなりますからね、いよいよやってきましたよ、成虫の時期が。それにしても今年は早い、もうさなぎですからね。はい、いや本当に生態展示も見えるし、広いめっちゃ昆虫展っていうだけあって、本当に充実した内容になってるので、ぜひぜひね、皆さん足をお運びください。そしてこちら、これ最後の最後なんですけど、こうやって感想を書くコーナーがあって、こう皆さん感想を書いてくれるんですよね。そこでこちら結構僕のこと書いてくれてるんですよ。これが嬉しいです。もう中にはね、たまたま入ったけど、なんか僕が熱弁するからそれが面白かったですって書いてる方とかおられたり、この YouTube を見てきましたっていう方もおられて、本当に感謝してます。もういつもね、終わった後この感想を見て半泣きになりながら書いてます。嬉しすぎてもう本当にね、感謝しています。はい、ぜひぜひ6月25日までこの開催してますから、もういよいよですよ。あと3週間ぐらいかな、2、3週間もすれば、あ、でもこの放送時があれですね、まあ、5月の下旬から6月頃には成虫も見れますから、ぜひぜひめっちゃ昆虫展遊びに来てくださいね。はい、ということで今回はいよいよ大紫がさなぎになりましたよっていう動画、ひらぱーさんでそれが見れますよっていう動画でした。ではまた次回のちょうちょの動画でお会いしましょう。ちょうなら、ちょうなら、ちょうなら、待ってるよ。はい、おまけ動画なんですけど、現在ひらぱーさんになんとこちらが置いてあります。こちらか、タカラトミーさんですね、から発売されているカブトボーグです。バトル昆虫カブトボーグ、これ超人気なんですよね。こちらがひらぱーさんでも購入できるという風になっています。ぜひぜひこちらもね、見てくださいね。そしてこのようにグッズがありますね。グッズのところに行くと、なんと今回じゃーん、入ってすぐ僕のグッズコーナーがあります。いや本当にこだわり抜いたグッズなんですよね。この蝶々シール、これ僕が撮った写真ですからね、こだわり抜いたね、シールだったりキーホルダー、意外となかった本物の生態の写真で作った大紫とアサギマダラのキーホルダー、そしてこれ今まで本当になかったんです、蝶々スマホリング、スマホリングです、落ちないようにスマホの後ろにつけるやつです。それの蝶々、本物蝶々って意外となかったんですよ。いやこれ本当におすすめです。僕もつけてます。はい、そしてこちらです。こちらで茶色の何かなと思ったら、こちらです、三角ケースです。三角ケースって今までちょっと高かったり硬いブリキやったんですけど、金属やったんですけど、それがこのように紙で簡易式、お子さんも安全に使える三角ケース、そしてシール貼ったら超可愛いよっていう風になってます。はい、そして最後にこの3つです。じゃーん、ちょうちょ標本キット、ベース、スペシャル、ベース、スタンダード、スペシャルってなってます。これが何かと言いますと、標本が作れる電子版がついているベース、そしてスタンダード、このようにクリアなケースがついてて収納もできるようになってますよ。最後スペシャルは板もついてる、そして最後のクリアケースと、さらにこのね、よく見たら透明なケースが入ってて、これ一周回してどこからでも蝶々の標本が見れるというスペシャルな内容になってます。こちらが今ひらぱーさんでのみ販売中になっております。さらにさらに、そして現在こちら平日の期間限定蝶々カードプレゼントっていうことで、期間限定です。もうこちら終わっちゃいましたね。続いて第2弾、5月8日から5月31日までにこの僕のグッズどれでも買っていただいたら、平日にですよ、平日に買っていただいたらこのカードプレゼントっていう風になってます。そして最後第3弾は6月1日から23日までで
同じようにこのグッズどれでも一つで買っていただけたら大村杉のカードプレゼントっていう風になってるんで、ぜひぜひ最後の最後おまけコーナーね、他もいっぱいあるんで、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、本当にね今回ねニューアイテムって書いてますけど、このねために作ったグッズだらけなんで、ぜひぜひ皆さんお手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでめっちゃ昆虫展来てね、ちょなら。